本殿塩釜神社は、栃木県矢板市にある神社。遠藤沖縄命、竹見一命、共通氏名の三柱を主催神に、天寺公大臣、須佐野おの村、和系一地命、角度命、ことしろ主命、少なびこなの命、大物氏名の七柱を廃止する。元は、現在の矢板市の大技の高架と館の川の境にあった、 三幸岡原の菅間地区にあったとされる寺院で、天正8年9月に、現在の地に遷宮されたと伝えられている。創建年は不明であるが、毎年の9、7月10日に、紀元祭が行われており、この日に神社が創建されたと伝えられている。八板市には、あざなとして田、多玉塩、高潮など、内陸地でありながら、塩に関係する地名が多く、それらの地域では、 古来より、塩水が流出するなどし、これを精演していた場所に、塩に関連する沿道沖内の地を祭り創建されたのが、神社の始まりという。塩釜寺や高岡城などと共に栄えたが、当地を支配していた高岡市が木連川に移住して、高岡城が廃城となり、塩釜寺もやがて廃れて廃寺。これに伴い精演産業も廃れていき、 神社を遷宮することになったと考えられている。明治初年に孫者に弟子、同40年12月には、大技の八板地区にあった、新名宮、八坂神社、琴平神社、鴨神社、宝木根神社が合祀されて、八板を代表する神社の一つとなった。ありがとうございます。